こんにちは、速稼塾の久保です。特別定額給付金がなかなか出ないですよね。私ね、本当にね、憤ることが多いんですよ。今もう12月になろうとしてますけども、この話題を出したのは私ね、10月からなんですよ。特別定額給付金をみんなで呼びかけて出していこうぜと。全員じゃなくても一部の人からでもいいから、どんどん出せるように官邸に呼びかけて、麻生太郎事務所に電話をかけて、菅総理のところに電話をかけていきましょう。声を上げていきましょう。その数が1000万人、2000万人になったら、きっと特別定額給付の第2弾は出してくれるはずだと。予備費が7兆円残ってるんだ。それを10月に申し上げて、いまだに7兆円残ったままなんですよ。お金が全然使われてないと。国民の声が私は少ないからだと思いますけども、そうしてる間にね、お亡くなりになった方がいるんですよ。ちょっとこのニュースを見ますね。NHK ニュース。10月に自殺した人、女性20代と40代が昨年の同時期より2倍以上に。この全部とは言いませんけども、この中にね、今回の感染症に対して職を追われ、生活を追われて、本当にね、お金がなくて希望が持てずに、5万、10万の特別定額給付金があれば、少なくとも何らかの希望を持ってね、今でも生きてらっしゃったはずの方が、この時期に亡くなったと思うんですよ。私はね、本当にこの特別定額給付金を未だに出さない自民党、麻生財務大臣、この辺に、この人たちにね、詫びてほしいなと思いますよね。ひどい話だと思いますよ。これね、お金があれば救いたいのにですよ。命なんですよ。同時に、私も、こういう方たちにね、まあ、せめて5万、せめて10万、どうして出せなかったのだろうと、自分のね、力のなさを痛感します。もちろん、出せるわけがありません、私もね。こんなことはね、もう起きてほしくないなと思いますし、また今月もですね、11月も、特別定額給付の第2弾が出さないために、そしていつ頃出ますよというね、そういうふうな目星も立たないがゆえに絶望して、こういうふうなね、命を絶ってしまう人が増えないことを祈るのみですよ。さあ、ニュースを続けますけども、こういうふうに立憲民主党のツイートでもありますね。助成する住居確保給付金、昨年度の支給決定件数は3972件でしたが、今年は累計支給件数が10万件を超えてます。異常ですね。住まいの確保第一に、つくろい東京ファンド代表理事稲葉武さんに現状を聞きましたとありましたね。自己責任から支え合いへ、立憲民主党、たまにはいいこと言うじゃないですか。でもこれね、立憲民主党がね、あまりにも情けないから自民党にその席を渡したままで、立憲民主党私は好きではないですけども、でもまあね、野党第一党を名乗るならもうちょっとね、なんか活動してくださいよ。私利私欲ではなくて、少なくともこれは江戸野さんがね、私利私欲に動いてるとしか見えないですよ。なんか意固地になっていて、立憲民主党は永遠に私はね、心を開くことはないと思いますね。私はです。私は立憲民主党は、好きな議員先生ね、いるんですよ。小川淳也さんとかね、そのはじめ。いるんですけども、この代表が枝野さんでいる限り、立憲民主党に、私はね、永遠に票を入れることはないと思いますね。はい。こういうふうに記事も続いてます。このまま政府の無策が続くと、年末年始には社会が一気に壊れる。野党が一丸となって7兆円の予備費を使った支援策の継続と再支給を迫る。そう、今ね、国会では野党が本当にね、具体的な策を与党に出してますよ。それを菅さんはのらりくらりとかわします。一体どういうことなんですかね。 GoTo キャンペーンは前倒しでパッとやって、なかなかやめないしぶとさがあるのに、生活支援ですよ。生活支援、 GoTo キャンペーンみたいに大盤振る舞いしろってわけじゃないんですよ。生活支援ですから。この5万10万があったら生きていける人のためにお金を割いてほしいということなんですよ。で、これをせずにね、 GoTo キャンペーンでお金ばらまいて、しかも感染症のウイルスもばらまいて、何なんですかね、これはね。この国をね、意図的に潰そうとしてるとしか思えないですよ、この行動は。で、しかも桜を見る会、前夜祭、その辺の話題を出したりとかね、森友問題もまたね、全容が明らかではないと麻生財務大臣急に言い出して、で、再調査をしろって要求されたら、いやいや、そういう意味じゃないんだとかね、見苦しい。見苦しい、本当に。いやー、ひどい話ですよ。自殺者の増加、DV や児童虐待、
解雇雇い止めの件数を示しながら各種支援金の期限が年末年始に切れることから、このままだと年末年始に社会が一気に壊れる可能性があると。そうですよね。これね、戦争もないし空襲もない今この世の中に、食料なんでもないのに、食料なんでもないのにですよ、明日の食事がない、取れないとかね、一日一食でしのぐみたいな、こんなことになってしまったのはね、国を預かる自民党、本当にね、自民党の不徳といたすところですね、これは。